こんにちは、プロビューティーカウンセラーのナインです。今日はですね、久々にじゃーん、ザラでお買い物をしたので、久々のザラ購入品紹介をやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速1着目なんですけれども、1着目はこちらのブラウスになります。今クロップド丈が流行ってるのと、私も結構短い丈のものが好きなのでこちらを購入しました。ディテールはこんな感じになっていて、襟がついてるのとボタンと、こちらにねポケットとかがこう左右非対称な感じの形でついております。袖の部分も少し大きめの作りになっていて、シャツ自体はちょっとオーバーサイズな作りになっております。こちら XS なんですけれども、かなり大きめのサイズ感になってます。全体的にお見せするとこんな感じです。袖の部分が結構可愛いかなと思いました。じゃあ2着目はですね、こちらのパンツになります。ここにタックが入っていて、少し広がるようなスタイルになっております。履き心地がかなり良くって、太ももが半分ぐらいまでは隠せる長さとなっております。こんな感じでブラウスとも合わせられるし、まあ夏とか春とかはすごい出番が多いんじゃないかなと思いまして、こちらを購入しました。お色味は黒ですね。形がねちょっと可愛らしい感じの形になっているので、かっちりしすぎず、ただちょっと高級感もあっていいかなと思いました。こんな感じでね、ちょっとバッグでアクセントを入れて、あんまりかっちりしすぎずカジュアルな感じも取り入れつつ、まあ、全体的なコーディネートとしてはちょっとかっこいい感じもあっていいかなと思います。ということで3つ目がこちらのブラウスになります。ちょっと変わった形のブラウスが欲しくてこちらを購入しました。ここがですねこんな感じになっていて、スリーブがこんな感じでね、ちょっとフレンチスリーブっぽくなってます。後ろはこんな感じですね、じゃん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 。なんか普通のブラウスだとつまらないので、ちょっとひとひねりあるデザインが欲しかったのでこちらを購入しまして、まあ意外とどんなパンツでも合わせやすいかなと思ったので、まあ夏のちょっと暑い時期とかには今のさっきのねこの黒いパンツでもいいと思うし、こういう感じで下にねジーンズとか合わせてきても、夏はねこういう感じでも楽しめるし、いくつかのパターンで着やすいかなと思います。はい、じゃあ次の購入品はですね、もう本当に何の変哲もないただの黒い T シャツを買いました。あのね韓国で私普通の T シャツが欲しかったんだけど、普通の本当に普通の T シャツが売ってないのよ。なんかダボダボしてる T シャツばっかりで、ぴったりとした普通の T シャツが欲しいのって思ってこれをねザラで購入しました。まあ本当に何にでも合わせやすいし、ちょっと丈は短めになっているのでスタイルアップっていう感じで、まあ、普通にね上からこうやってジャケット着るのでもさってね着れるでしょだからちょっとこうシンプルなのが欲しいなと思ってこちらのね T シャツを購入しました。まあ、超シンプル。はい、じゃあもう一つのシンプルはですね、こちらのニットを購入しました。なんか普通の T シャツはちょっとカジュアルすぎるし、ちょっときれいめに着たいなっていうのでこちらのニットをね1枚購入しました。薄手のニットになっているので、まあ春とかも全然着やすいし、ちょっとこれから活躍しそうだなと思いまして、まあ至って本当にねデザインはシンプルで、シンプルが一番使えるのでこちらをね購入しまして、まあ、丈はちょうど腰あたりの丈になっております。さっきみたいにこうやってジャケット着てさらっとね着こなすことができちゃいます。はい、じゃあ最後の購入品になります。こちらのニットを購入しました。可愛くない？こんな感じでパフスリーブになっていて、全部総ニットなの。襟も含めて全部総ニットになっていて、こんな感じのサマーニットになっております。ちょっとラブリーな感じですごい可愛くない？ということでちょっと髪の毛もねラブリーな感じなので下ろしてみました。私はあえてスカートじゃなくて上がラブリーなので、下はねパンツで持っていったらどうかなと思います。後ろはねここがボタンになっています。こういう感じでさ、ちょっとリュック背負っても可愛くない？私だったらこうやってリュック背負って白い靴下履いてローファーとかで合わせたらすごい可愛いんじゃないかなって思います。抑えていきたいな。はい、ということで今回はザラの購入品紹介でした。やっぱお買い物って楽しいよねって思いました。ぜひ皆さんもね可愛い春夏のお洋服ゲットしてみてください。チャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローしてね。バイバイ。